ホノルルを出航する北レア号ハワイの航海者たちウェイファインディング術と呼ぶことが多い。他に日本語では主に雑誌メディアにおいて伝統公開術という訳語も使用されている。これらの技術がスターナビゲーションと呼ばれるのは英語ではスターコンパスと呼ばれる天体と方角を結びつけた方角算出技法が共通して用いられているからである。 これらの広報技術の中には、伝統的な技術を途切れなく継承しているものと、現代になって新たに考案されたものがある。日本の一部の著述ではこれらを混同して、伝統公開術と呼んでいるが、実践者や研究者の間ではこれらの違いは、明確に区別されており、前者は伝統的広報術とラディショナルナビゲーション、後者は近代ウェイファインディングと呼ばれる。 ウェイファインディングとは、ナイノア・トンプソンの考案、命名による広報技術のことで、この名称は、ナイノア・トンプソンが指示した地質学、天文学の教育者、ウィル・クセルク。この系統に、特徴的な技術として、島影と天体の見え方の関係を利用する、得たく、ある特定の航路上で必要となる知識の概要、オファネを映像ちゃんとの形で記憶するなどの技法がある。 後者は、ケネス・ブラワーのエッセイ集、サタワル島へ星の歌で有名となり、英語ではしばしば、スターソングと呼ばれるが、明確なメロディやハーモニーを備えた、西洋的な意味での歌唱シンディングというわけではない。ピアイルックは、カロリン諸島系の技術を応用して、ハワイタヒチカンやハワイグアムカンなど、ポリネシア海域での公開も成功させているほか、ルイスレッパンは、沖縄島まで、 ベルナルド・ガーヤンは、小笠原・父島までの広報を行うなど、ミクロネシア海域外での使用例も少なくない。かつては、数多くの流派が存在したとされているが、現在まで残るのは、ワリウング流とファルーク流の2系統である。前述のピアイルックほか、ユルピー、レパングラング、レパングナップ、ラプーイラの兄弟もワリウング流に属する。ワリウング流の発祥の地は、 中区州のプンナップ島であるとされている。ワリウング流やファルーク流の広報術を一通り学び置いたと認定された公開者は、ポーと呼ばれる儀式を済ませることで一人前と認められる。メラネシアのソロモン諸島の離島、サンタクルス諸島のタウマコ島にも古代からの広報技術が伝えられている。タウマコ島はメラネシア海域に存在しているが、 ポリネシア系の先住民が生活する生きがい、ポリネシアである。この系統の技術は、上記のミクロネシア系の技術よりも風を用いる、割合が多い。また、ミクロネシアでは女性に関わるタブーが存在するが、タウマコにおいては、広報技術は男女ともが学びうるもので、過去には女性の広報誌も存在していた。代表的な広報誌として、パラマウントチーフクルソカベイヤが挙げられる。 この系統の広報術は、メラネシア系の住民との政治的な対立などもあって、後継者育成に困難を抱えており、消滅の危機に瀕していると言われている。現在最も流星を誇っているのは、1980年にハワイで考案され、ポリネシア各地に広められた系統である。これは、ナイノア・トンプソンが、マウピア・イルックから直接伝授されたカロリン諸島系の技術と、 ハワイ大学附属実験学校ホノルル校の教師で、地質学者でもあるウィルクセルクから学んだ西洋天文学の知識を組み合わせたもので、古代ポリネシアの技術と直接の関係はない。この技術は、モダンハワイアンウェイファインディングモダンハワイイアンウェイファインディングと呼ばれ、ナイノア・トンプソンが作成したスターコンパスをもとに、ミクロネシア系の海洋波観測、生物小観測技術を付加し、 さらに、ポリネシア特有の状況に対応して、天頂性や、タイの星観測の技術を創出したものである。代表的な広報誌として、ナイノア・トンプソンが挙げられる。ウェイファインディングの後は、ウィルクセルクの公案である。実際に船を出してから、目的地に到達するまでの広報は、広報を行う海域や流派によって、著しく異なるので、一般化して解説することは難しい。 例えばソシエテ諸島からアオテアロアを目指す場合、南東の貿易風を利用して、ポートタックで南西の深度を維持し、日没時の太陽の位置で微調整を行えば、かなりの確率でアオテアロアに到達可能である。また、カロリン諸島のように島と島の間が詰まった海域では、エタクシステムが有効である。ここでは、ナイノアトンプソン式の広報技術による、 ハワイタヒチカンの広報を紹介する。出港後、広報誌は北東貿易風に対しポートタックを指示、ひたすら東への距離を稼ぐ。ソシエテ諸島はハワイより東に存在するためである。広報誌はハワイ諸島、マルケサス諸島、ツアモチ諸島、ソシエテ諸島、クック諸島の新的表彰を恥じし、それらを公開カヌーを取り巻く水平線上に配置する。 これらの心的表彰は、航海が進むに従って、水平線上を水平に移動する。心的表彰の位置は32方位のスターコンパスの区切りによって把握される。広報誌はあらかじめプラネタリウムにおいて学習してある、星々の動きを観察し、現在の緯度を推測する。緯度は、北緯難度、南緯難度というような数値によって把握される。 井戸産室に利用される星の数は100前後である。広報誌は、船の深度を天体と海洋波の観察によって、推測する。基本となるのは、天体観察であり、天体が観察できない時には、海洋波を利用する。方角の推測に用いられる天体は数個程度である。航海カヌーが、ソシエテ諸島より十分に東に出たと広報誌が、判断したところで、 広報誌は公開カヌーを真南に向ける。赤道無風帯通過後、南東貿易風に対し詰め開きに近いポートタックで、なるべく西に流されないようにして南下。ツアモち諸島を目指す。公開カヌーがツアモち諸島に十分に接近したと広報誌が判断した段階で、広報誌は乗組委員に鳥類の探索を指示、アジサシ類が最初の目標となる。また、 ヤシの葉などの漂流物も,も目印となる。このような陸地探索法はエクスパンデッドランドフォールと呼ばれる。アジサシ類が発見されると、広報誌はアジサシの行動の観察から島の方向を推測。公開カヌーをそちらに向ける。ツアモチ諸島のいずれかをランドフォールし、必要であれば、そこからソシエテ諸島までの工程を再計算する。 再びエクスパンデッドランドホールを行い、東側から多七島に接近、入港する。オセアニアの伝統的広報術は20世紀初頭から一部の研究者の注目を集めており、1960年代から80年代に、かけ、デビット・ルイスや、リチャード・ファインバーグ、ベンフィニー、トマス・グッド・イナフ、秋道智也・友也須藤・健一らによる研究が進んだ。ルイスは、 タウマコジマやサタワル島、プルワット干渉の広報誌を実際に伴っての実験公開を繰り返し行い、これらの広報技術の概要を示した。ファインバーグはソロモン諸島国の生きがいポリネシアの交渉研究から出発し、オーラルヒストリーや社会学的な研究に業績を残した。またベンフィニーは、騒動の搬送カヌー、ナレヒア、ホクレアなどを建造し、 実験考古学の手法を用いて古代ポリネシア人の公開技術を考察した。秋道智也はサタワル島で3年間のフィールドワークを行い、ォファヌやエタックの概要を明らかにした。須藤健一は同じくサタワル島をフィールドとし、公開術を社会学的に考察した。1980年代に入るとナイノア・トンプソン率いる。 ホクレアが実験公開と先住民の権利回復運動の分野で華々しい実績を挙げ、ナイノア・トンプソンがスターナビゲーションの象徴として英語メディアに登場するようになる。1990年代になると文化英雄として揺るぎない地位を築いたナイノア・トンプソンの語るソフトなエコロジーはニューエイジの思想家、活動家からも注目を集め、日本でも 星川厚志や辰村糸氏、内田正宏らが、ナイノア・トンプソンに接近してゆく。この流れは2000年代に入ると、さらに加速し、折からのハワイブームや、ロハースブームともリンクして、スターナビゲーションをめぐる言説は、完全に、ナイノア・トンプソンと、ホクレアが中心となる。1990年代末、ハワイのレジェンドサーファーの一人であるタイガー・エスペリが、 数年間鎌倉市に居住して現代ハワイの公開カヌー文化復興運動を紹介し、いわゆる湘南地域で公開カヌーを建造しようという動きが見られるようになった。この動きを主導したのは前室の内田正宏であったが、資金面の問題もあって、計画は暗礁に乗り上げた。一方、アウトリガーカヌークラブジャパンは、内田らの計画とは別に公開カヌー建造を計画し、 荒木すぐる球児を中心として2004年に海人丸と名付けられた騒動の公開型カヌーを沖縄の伝統漁船サバニを使って完成させた。荒木らは2005年4月から7月にかけ当時愛知県で開催されていた博覧会まで人力航海に挑戦した。途中、沖縄島から九州島までの間をこの海人丸を用いたスターナビゲーションによる航海に挑戦し、 これを成功させている。この時の広報担当者は荒木であった。荒木は前室のナイノア・トンプソンとも親交を持っているが、広報を行った海域がナイノアの知るポリネシアとは全く異なるため、ナイノア流の近代ウェイファインディングをそのまま流用せず、夜間公開は最長2日までとし、南西諸島、トカラ列島の島々の井戸経度を暗記しながら焦げはした。ありがとうございます。